この時代、もうメールはあったでしょ。そんな疑問は野暮というものだろう。12月20日放送の NHK 連続テレビ小説、舞い上がれ、第57回では、航空学校を卒業したヒロインの岩倉舞、福原遥に、いきなりの試練が与えられた。就職が内定していた博多エアラインから、入社を1年延期するとの通知が届いたもの。時代は2009年1月を迎えており、前年9月に発生したリーマンショックの影響が世界経済に波及。現実世界では日本航空と全日空で業績が大幅に悪化し、中でも日本航空は赤字に転落。2010年1月にはついに経営破綻に至っていた。4月から航空会社に勤めるはずだった舞も、1年間の浪人を余儀なくされることに。そのタイミングで長崎、五島に住む祖母の幸子、坂畑敦子、が足を怪我してしまい、舞は手伝いに行くこととなった。その展開に、視聴者はほっと胸をなで下ろしているというのである。本作では第7週までの五島編やなにわバードマン編が視聴者から大きな支持を得ていたのに対し、第8から11週の航空学校編ではドタバタ活劇風の演出と、不自然な恋バナ要素が大不評。一気に視聴者の気持ちが離れてしまいました。それが前日の第56回でやっと舞が航空学校を卒業し、次の段階に進むことに。今回は、航空学校編との決別が明確に書かれており、視聴者を安心させているのです。テレビ誌ライター。何より視聴者を喜ばせたのは、なにわバードマン編の主要キャラだった由良先輩、吉谷綾子と再会したシーンだ。そもそも舞が航空学校を目指したのは、由良から航空学校の存在を聞いたから。その由良は入学要件に身長が足りなかったが、今回は、私の身長でも OK と言ってくれるアメリカで訓練受けてパイロットになる、との思いを口にしていた。バル、話の流れ的に、由良が今回限りのスポット出演である可能性は高い。それでも彼女がなにわバードマンでの思い出に触れてくれたことには、視聴者が航空学校編で感じていたモヤモヤ感を一気に引き剥がしてくれる効果があったはずだ。その由良に舞は、航空学校での訓練について、一歩間違えたらって思うと命に関わるんで、引き抜けませんでした、と解雇していた。その言葉に視聴者からは、そんなシーンあったっけ?と疑問の声が続出。だがこのセリフには、深い意味が込められているとの見方もあるという、当初のシナリオでは、航空学校編にそのような緊迫した描写が多く入る予定だったのかもしれません。ところが実際は学園ものの群像劇に終始し、肝心のフライトでも緊張感はあまり感じられませんでした。それゆえ今回、舞に、命に関わる、というセリフを語らせたのは、視聴者に対して、そういった筋書きだったと思ってほしい、という制作側のメッセージだった可能性もあります。前出、テレビ誌ライター。